ありがとうございます。それではまずは西日本の女王となりました児玉葵選手に喜びの声を伺っています。児玉選手おめでとうございます。大きな声援も入りました。今の心境を教えてください。そうですね、決勝に行くことができてホッとしてます。はい、2走して逃げてまくって両方試させてくれてますけれども、いかがでしたか？そうですね、しっかり冷静にレースを見れてるし、自分らしいレースができてるのかなと思います。そのあたりは決勝戦を見据えてですか？いや、特にその辺は意識してなくて、出し切ることを意識して、はい、結果です。はい、手応えはどうでしょう？いいと思います。それでは応援していただきました他の皆さんに一言お願いいたします。はい、連日たくさんの応援ありがとうございます。決勝戦、隣にいる組歌強いんですけど、しっかり頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。続いて東日本の女王となりました久米詩選手にお話を伺っていきます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。非常に落ち着いていて、もうステージに上がっていらしても立ち位置もどうかなというふうにね、気配りをしていただきました。本当に落ち着いてますね。いや、そんなことないです昨日も逃げて今日も後ろを引き連れて、いかがでしたか？今回自分の中で課題だったのが、大きいレースでも自分らしいレースをするっていうことだったので、はい、そこが2日間通していい内容で走れてるかなと思います。手応えはどうですか？手応えは、はい、足の状態もいいです。児玉選手から横に久米選手がいますけれども、頑張りますというお話がありましたが、それでは応援していただきます。皆さんに一言お願いいたします。はい、本日も応援ありがとうございました。明日も強いメンバー揃ってるんですけど、特に葵さんに負けないように精一杯走りたいと思います。葵ちゃんに合わせていこう。巻きビーム葵さんもやるって予定だったんですけどやって、もう一回やる、大先輩にそんなビームとか打てるわけがないじゃないですか。もう一回お願いします。それでお二人はそわそわしてたんですね。そういうことです、はい、やるって言ったのに戦いからとか、ね、ファンの皆さんへのファンサービス、思わず市長もびっくりでしたけれどもね失礼しました。では表彰式の方に戻らせていただきます。